からよみがえる悪魔の化身毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック火の中からアイアンキング源太郎、源田人、源野郎、源ちゃん、源ちゃん、源先生、返事ぐらいしろよ。うるせえな、その口にチャックでもしてろ。俺だって喋りたかねえよ。だけどどこ行くかわかんねえのに黙ってるわけにいかねえじゃないかよ。うるせえ。もうすぐお出迎えが来るよ。そしたら何もかもお分かりになるはずだ。お出迎え？それありがてえ。いや、できればポチャポチャっとした女の子か、笑顔の似合う美女がいいな。お期待に添えるかどうかな。うん、じゃ、どこ、どこ、ほら、おいでなすったぞ。どこ、ありゃなかなかチャーミングなお出迎えじゃないか。行こう。おい、ちょっと待てよ。あ、嫌いだよ、お前なんか大嫌い。源田氏、やりましたね、五郎さん。なるほどな、知らぬ遺族の本拠を襲って一気に戦ったわけだ。ああ、今までの戦いで奴らの戦力が弱ってるはずだからな。うん、そうと決まったら行くぜ。静か源太郎め、ついにここを嗅ぎつけたか。やります。シルバーライダーと共に静か源太郎と霧島五郎一気に踏みにじってきます。待て、この山で戦っては我ら知らぬ遺族の本拠も影響を受ける。しかし今のうちに奴らを叩かなければ。知らぬ遺族九番目の男よ。は、東京へ行け。東京へ。大和政府の人東京を襲え。わかりました。奴らを東京へおびき寄せるんですね。そうだ、源太郎を東京へ引きつけるとともに大和民族の首都東京をシルバーライダーの車輪で踏み潰せ。わかりました。バカめ、シルバーライダー出動しろ。あれ、長女だ。源太郎、バカ野郎、大変だ。早い声出せ、やるか。長女逃げられちゃったじゃないか。何言ってんだよ、知らぬ遺族のロボットが東京に現れたってさ。なんだって。逃げるつもりか。
バカ、東京へ行くんだよ。無駄なことやせ。知らぬ族の本拠を俺たちは叩けばいいんだ。だけどみすみす東京がやられてるのを黙って見ていられるか。多少の犠牲はやむをえん。お前それでも人間か。奴らのロボットのために東京はめちゃめちゃにされてんだぞ。人だって死んでるんだ。そんなこといちいち気にしてて戦いができるか。俺は気にする。いや我慢ができないんだ。俺は東京へ行くぜ。勝手にしろ。ああ勝手にさせてもらうよ。あばよ、ご縁があったらまた会おう。バカ野郎。アイアンショット。政府の首都東京を叩き潰せ。健太郎め、シルバーライダーのおびき出しには乗らんつもりだな。それならそれでこっちにも考えがあるぞ。隙間ありゃしねえ。たわけ、武器はここだ。9番目の男よ、すぐにシルバーライダーを連れて帰れ。静賀健太郎は我らが本拠へ向かっているぞ。静賀健太郎め、一刻の猶予もできん。急げ。わかりました。シルバーライダーよ、俺と共に来い。全員に集合をかけろ。今日こそ静賀健太郎を殺すのだ。
の合図があったんだ。行かないで兄さん、私たちたった二人きりの兄弟なのよ。何を言うか、我が白縫い族にとって危急存亡の時が来たんだ。兄さん、私たち白縫い族なの何なのってことは忘れて、村の人たちと仲良く生きてきたじゃない。それも大和民族を欺くためだ。よしこ、忘れるな。俺たちの体の中には白縫い族二千年の恨みをたたいた血が脈々と波打ってるんだ。そんな遠い昔のこと私たちと関係ないわ。話せ。今日逃したら俺たちはまた長い屈辱のもとに生きなければならないんだ。さあ話せ。兄さん、許せ。白縫い族の名誉と栄光のためだ。兄さん、泣くな妹よ、泣くな。泣けば幼い二人して故郷を捨てた甲斐がない。ああ、こんにちは。一緒に歌いませんか。誰ですか、あなたは。俺？俺静香源太郎、流れ者だ。静香源太郎？出て行って。ここはあなたなんかの来るところじゃありません。そういうところを見ると俺のことを知ってるわけだな。あなたが行けないのよ。あなたが来るからみんなが不幸になるのよ。とぼけるんじゃねえよ。ほっといたら日本中がめちゃくちゃにされ。出て行って。ここは子供たちの勉強する場所よ。いいじゃねえか、まあ、ケチケチするな。な、血の匂いがする。あなたは血の匂いがするわ。皆の者、静香源太郎はこの下の村まで来ている。かねて準備の通り攻撃を開始しろ。はあ、待ってくれ。何？あの村には妹のよし子がいる。バカ者、つまらん個人的な感情は捨てろ。しかし。よし、お前だ。お前がスイッチを入れるのだ。その無茶な。貴様、知らぬ遺族を裏切る気か。よし、こいつにスイッチをさせろ。はっ。さるな。出て行って、けだものよ。あなたは血に飢えたけだものよ。子供たちの勉強の場所を汚さないで。分かったよ。やれ、どうしたんだ。早くやれ。あ、何だ。うるせえ。貴様、めめしいぞ。早く次のスイッチを押せ。おい。よしこ。見ろ、これが白縫い族のやり方だ。学校だろうが何だろうが容赦しねえ。嘘よ、兄さんたちがこんなこと。白縫い族の気持ちは分からねえでもねえ。だがこんなことをして一体誰が幸せになるっていうんだ。シルバーライダー。何、シルバーライダー。分かった、行くぞ。俺はいいな、行かなきゃしょうがないんだよ。ありがてえや、やっと許しが出たようだな。Thank you.
助かったね、アイアンキング。アイアンキング、今度はこっちが助ける番だぜ。来たな、静か健太郎。戦え、シグマライダー。アイアンキングを通せ。水分がなくなってきた。どうしよし、どけ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 。なんか相手にできるか。よしこ。よしこ。やめろ。バカめ。この野郎、頼むぞ、シグマライダなれるのね。よしこ。おい。おい。君。しっかりしろ。君。おい。おい。静か。源太郎。知らぬ遺族の本拠。知らぬ遺族の本拠は。わしの山の。
奴らの本拠は、わしの瀬山の祠。おお、悲しや。我らのシルバーライダーが死んだ。知らぬ遺族の諸君、いよいよ、我ら民族の存亡をかけた、一大決戦の時が迫ったぞ。おお、敵は、アイアンキング、静香健太郎、桐島五郎の三人だ。知らぬ遺族二千年の恨みを込めて、この三人を殺すのだ。戦闘配備につけ。おお。最後の希望、ゴールドファイヤー、姿を見せろ。アイアンキングを倒すのだ。うまかった。相変わらずよく飲むやつだな。酒飲みみたいなこと言うなよ。あ、アイアンベルトか。こんなもんで最後の決戦が勝てるのかね。ガタガタ言ったって武器はこれ一つだ。よし、万年ダメの雪水に清め。俺にはしょっけてめえアイアンベルトがあったのだ。ゲンタロウ、おっ、行くぞ。ほら、おい、ちょっと待てよ。おい、どこ行くんだよ。おい、何してんだよ。早く来いよ。おい、待てったら。おい。